選手が結構差がついてますね。選手が2番手をキープしたり、キープの差が7秒、3位との正人選手の差が3秒程度ですね。選手も追いかけます。4番手、残り3分です。選手が淡々と走っております。さすが石岡のエースドライバー。残り90秒、全車ラップなるか。
もう一周入った。残り5、4、3、2、1。5分経過。さあ、全車ラップして、新井選手が、イニングランカー。最終ラップまで揺られてます。新井選手が逃げ切れた。トップでゴール、新井選手。また選手惜しかった。もう少し逃げようと思いました。